今回の動画は間違い探しクイズのご紹介です。今回の間違い探しは、カエルの雨宿り、運動会、運転するモルモットの3本です。ぜひ、最後まで遊んでみてください。それでは、クイズ、スタートです。第1問。最初の問題は、葉っぱで雨宿りをするカエルのイラストです。左右のイラストを見比べて、3つの間違いを見つけてください。制限時間は約90秒です。残り60秒です。残り30秒です。正解はこちら。1つ目の間違いは、カエルの口が違っていました。2つ目の間違いは、葉っぱの上の水滴でした。3つ目の間違いは、音符の数が違うでした。第2問。2問目は、運動会で徒競走をする子供のイラストです。左右のイラストを見比べて、3つの間違いを見つけてください。制限時間は約90秒です。残り60秒です。残り30秒です。正解はこちら。1つ目の間違いは、運動会になっているでした。2つ目の間違いは、英語の綴りが違っていました。
三つ目の間違いは、胸ポケットの有無でした。第3問。最後のイラストは、車を運転するモルモットです。左右のイラストを見比べて、3つの間違いを見つけてください。制限時間は約90秒です。残り60秒です。残り30秒です。正解はこちら。一つ目の間違いは、みかんの数が違っていました。二つ目の間違いは、耳の色が違う、でした。三つ目の間違いは、ハンドルの大きさが違う、でした。今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。